はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。改造ライト、シェルアスレチック。これですか、0.17% ですね。やってまいりましょう。P ブロックのところでジャンプをしてくださいということなんで、一応目印はちゃんと作られてるコースなのかなという。まあ、そんな感じではあるんですけれども、なるほど、大丈夫か、大丈夫じゃないね。こう降りつつ、こう蹴っていけ、で、ここでこう踏んでいけってことか。はい、はい、オッケーオッケーオッケー。ちょーっと結構ジャンプ調整がシビアなコースですね、このコース。はい、オッケー。はい。はい、オッケー。これ切り替えて右に蹴っ飛ばす。難しそう。はい。はい。届くか、届いた、オッケー。はい、スハイス、オッケー、やった。あー、ドッカンじゃない、ドア入れた。やった、中間だ、中間はでけえ。中間はどでけえ。これは何ですか、一体。これはどういうことですか。叩いて、こう右に蹴っ飛ばしつつこうかな。オッケーオッケー。この感じね。オッケーオッケー。で、ここ、ショージャン。うーわ、飛び越しちゃった。ちょっと、ここも若干調整いるな、これ。で、ここ、こう踏んで、こういって、こ、おーっと、そいつもそうだね。左右にぴょぴょぴょ動くよね、そりゃ。はい。はい。何ですかー。ん？あー、わかった。叩きつつ右だ。こう、こうで、一旦ここ。オッケー。でも、あんまり止まってる暇はないと思うので、これを踏んで。ん？最後どうなってる？オッケーオッケー。ん？それ土管入れるのかな？おお、入れた、すごい。それ入れるんだ、その配置って。第二中間かい。これ、え？それ蹴っ飛ばしながらなんか右行けみたいなこと？いや、ここまでだけでも正直相当難しいなという感じでしたけど、こっからなんかさらにまた難しそうだね。おお、いけた、意外といける。で、確実に右に蹴っ飛ばしつつ、こう、うわ、それを今度踏むってこと？おー、決まった、素晴らしい。ほんで、ドア入って、もうこれ以上中間は置けないわけなんでね。うわ、めっちゃ難しいギミック、さらに来たら、ちょっとやばいかもしれんなと思ったら、土管ってことは？土管ということは思って、うわ、やった、ゴールだった。いや、めちゃめちゃ難しいコースだった。OK、というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。雪原をかける50秒スピードラン。前半は楽しみやすさ、後半は難易度を重視しました。クリア率がね、900分の0とかでクリア者が出ておりません。やってまいりましょう。多分、後半というのが相当難しく作られてんじゃないかなという。そんな感じはしますね。これ頑張っ、まあでも時間制限がどうかによるね。時間制限がどうかによるけど、今のメット頑張りゃ1個被っていくことも可能っちゃ可能だよねっていうところは1個思うところではございますねと。まあここまでは正直全然難しくないね。で、このパウを多分持っていくんでしょうね。で、ぶつけるんでしょうね。あ、もう表面なんだ。意外と裏面短く、何ですか？こういうことですか？こういうことですか？合ってますか？こういうことで。あ、オッケー。ここの距離も短い。いや、今んとこ全然難しくない。いやー、ちょっとね、難しくないと言った瞬間にやられてしまいましたけど、こっからむずそうだね。オッケー、やっときました。いや、ここがかなり難しいなという。難しそう。オッケー、ちょっと待ってよ。で、はい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 、オッケー。で、何ですか？ああ、ゴールなんだ、やった。あ、時間めちゃめちゃ余裕あるんだ。いや、でも難しい本格スピランだったね。やっていけた。高速でクリボーを倒せ。クリボーを100体倒してからゴール。高速でクリボーを100体倒すコースか。すごいな。うわ、なんか隠しブロックがあった。ん？ちょっと待って、なんか隠しブロックあったよね。隠しブロック。隠しブロック？隠しブロック使ってっていいの？じゃあ。隠しブロックをまあでもちょっと急がないといけないからね。ちょっと待って、時間制限との戦いになってくるのかなという印象でもちょっとありますけれども、あんまり右に左に逃がさない方がいいだろうねっていう感じもしつつ、おっと、もう一個ある。もう一個、じゃあもう出しといて。いや、ファイヤーがあんのかい。ファイヤーがあるんかい、このコースは。そうですか。いや、普通にファイヤーがあるんならば、もうもはや100秒、まあ、100秒ありゃもう余裕すぎるっしょ。1秒に1体、別に Y ボタンを押していけば、倒せるだけの簡単なお仕事かと思いきや3体足んね。なので、ここ出す、ここ出す、これ出す、もうあとは、もうひたすら、Y ボタンを、
まあ、高速で倒せという、体得でしたけれども、まあまあ制限時間100秒でこれならば全然多分制限時間30秒でも余裕があるぐらいの話ですね。なんだこれ、色反転させるとエグくなるコース、色反転させる方法、ホーム画面の設定を開く、設定の本体に行く、設定の本体の画面の色を変えるを開く、画面の色を変えるの色の反転を押す。若干閲覧注意の動画になる可能性がありますけど、一応色を反転させてきました。何？本当だ。めっちゃ怖いコースになってる。本当だね。確かにでもこれは怖いね。こんなことできたんだ、スイッチって。まあでもこれはちょっと言ってしまえば、まあ、全部のコースこうなるんじゃねっていう気は若干しますけどもね。こいつらなんだ、なんだこいつら、カロンの上になんか乗ってる、ゲソか、ゲッソが乗ってるんだ。じゃあ上に行っとかないとダメだ、これ。ちょっと待って、行けるか、届くか、届いた、 OK。 雲がある、ドクロがある。ちょっと一回この反転状態で別のコースもちょっとやってみたいところではございますね。こここう行く。確かにドクロがあれだ、あれは白いドクロなんかな、青いドクロなんかがわかんないけど、あー色が反転してるから、この右にあるやつが赤いドクロになってるってことは青いんだろうね。で、左のやつが白いドクロなんだろうねっていうのが、わかりますね。で、これどっちに行けばいい？下、上？下か？下も行けそうだけど、下行ってみる？一回。下で一回オンオフを切り替えてから帰るみたいな、そんな感じのこと。あぶね、つららが復活してきてるから、ワンチャンやられちゃう可能性がありますよと。で、ここでオンオフ。これ、オンブロックなんだ。赤いブロックってこと？いや、青なんかな、これが。違うな。一回土管を経由するんだ。こんなことできたんだ、スイッチって。初めて知ったわ。色合いを変える、初めて使った機能だね。これはこうなったら爆破してくれる。まあ、ただそこまで難しいコースというわけではないんかなという気はする。間に合うか、間に合うか、間に合うか、これ。大丈夫か？大丈夫？間に合ってる？おー、なんかいけてた、いけてた、よかった。で、スクロールが止まったんで、多分ぼちぼち。表面帰るところがあるのかなという感じで、ここちょっと勢いよくこう行かないと入れませんよ。で、土管入ってまいりましょう。これで、あー、ゴールはゴールなんだ。ちょっと別のコースも一個やってみるか。さあ、みんな、爽快コース来たよ、爽快コース。全然爽快じゃねえ。すごい、ブーメランの色がどす黒いことになってるわ。これは全然爽快じゃないね。何も爽快じゃないね。そうか、スイッチの色反転させたらこうなるんだね。あー、めちゃめちゃ竜が怖い。炎の竜がめちゃめちゃ怖い色合いになってる。そうか、こんなことになるんだ、色反転させたら。多分、このトゲは赤いトゲブロックが敷き詰められてんのかな、その辺が全部ね。怖いな、怖いな、こんなことになるんだね。ちょっと若干の閲覧注意感もありますけれども、まあ、夏なんでね、ちょっと怖い、怖い話の季節ということで、まあ、ちょっとこんな色合いのことがたまにはあってもいいんじゃないかなという。お話ではございますけれども、さあ、これでコインがいっぱい集まりますの、土管入りますの。で、はいはい、ノコノコが乗って。まあ、BGM がね、爽やかだから、BGM で助けられてる感はありますけどもね。さあ、これでまあまあ、一応、ノコノコが乗って、爽快コース的にはこれでゴールなんかなと。